実績から回していきましょうか。狭きもんよなぁ、これ。 欲しいやつ。今だったらまあ、各芝居、長領、方と、孫昇公案外僕、居長もね、まだ二凸ぐらいまでしかしてないんで、許容範囲なんよね。で、バウン力、長運、領と、露宿。ああ、結構あれやな。この上10だけ見たら、ほとんど当たりっていうことだよね。カスが各将と、長高だけっていうことですから。で、下は関連はオッケ両方と長角と、角か。角かもなぁ、嫌やなぁ。松園、僕のこと、ははははは。下は、ゴミ勢揃いっていうか、関連だけだった。 とはつーことで、まあ、やっぱり、半分ぐらいよな。欲しいのは。まあ、できたらやっぱりシーズン限定部署が欲しいですけどね。そしたら回していきましょうか。さあ、緊張しますが、結構このガチャ熱いから。えいはぁー。<laughs> いや、あのー、ええー、やつやと思うよ。ええー、部署やと。もう、貫突してんねん、もう。 今度は活況を回していきましょうか。提供あるいはまあ、送信は低確率やと思うけど、活況は一応建前上、確率は全部一緒っていうことになってるよね。まあ、 ちょっと、送信引けるまでは回したいんは回したいんよね。この、上兵欲しいから。ただ、とりあえず今期組む主力編成に関しては、上兵を使わない想定で組んでるんで、最悪今引かんでもいいんですけど、多分今引くんが一番引ける確率は高いですよね。いうことで、まあ、一番当たりは送信ですけど、竜謡、宝徳、獣謡あたりも嬉しい。諸葛格も嬉しい。っていうか、諸葛格引けたらもう即、ランクアップできるからね。 ま、あ確率が一緒なんで、抵抗を気にせず、天井だけ気にしながら回していきましょうか。そしていきます。1、2、3、4。あーダメや。あかん。今回は2枚やな。7、天井まで行きそう。天井や。9、 じゃあ、天井ですね。つーことで、えー、と、今回の活気放棄は、星の2枚が確定しました。悲しい。そして、1枚目。はい。んー、なんなん今日。ゴミばっかりやん。まあ、まだ2枚,2枚しか引いてないけど。もう、サクッと来て、もう禁止もったいないから。あ、来たおおはぁ、嘘 <laughs> 上映ゲットですマジか これ苦戦する人多いと思うやけどな。おい、きなり来たぞ。<laughs> いやー、どないしよう。 だったら、このシーズン名称、これ回すよりなんか通常ガチャに行った方がいいような気がしてきません通常ガチャの方が、けどなもう通常ガチャはマジのガチでゴミしか来ないっていうの分かってるからなけど、低排出で、今やった巨遊も入ってるし、諸葛核は入ってないんか、p k やもんね。なんかこっち回してもええような気がするよね、周遊とかおるし。通常よね。いや、そら、よりどり緑やけど、ええ武将たちが、どうせ、どうせやってんで出し代用やもん、知っとるもん。 で、低配質、あ、じゃあ、高配質に関しては、宝徳と純友が当たりやけど、あとまあ諸葛閣とか長城も欲しいけどね、どうせもうコーランばっかり来るの分かってるもん。知っとんね。そしたら、ちょっと通常行こうか。これを、まあ、ちょっととりあえず、レア武将が出るまで回してみます。はい。早起きてくれよ。サクッとサクッと。5。10。15。 いきなり天井っぽいなぁ、もう。天井やんわ<た>うわは <laughs> いや、通常よ通常通常、万歳皆さん通常よいや、やったはっ <laughs> もう今シーズン共有使うからね。4突まで行った。これは、これは関突まで行こうか。共有。7。12。17。 けどあっちゃっああま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 あえい,いよもう共有来たからもうちゃらよ <laughs> 引退しますっ <laughs> ちょっと待って引退はせんでいい一緒に頑張ろうおっちゃっうーんまあまあなんか普通の通常ガチャになってきたゴミしか来んようになったけど全然いいよ51015けどそれでも低配数はちゃんとイン来てくれんかったらはい うん、<laughs> こんなもんよね。無料半額の流れになってるわ。電波いらん。<laughs> 電波いらん。あ、早い。もう、ほんまゴミばっかりやな。さすが。さあ、次はレア点ですが、とりあえず貫突してないやつで来てほしい。まあ、できたら孫権とか曹操が一番いいんですけど、流れは来てる気がするんやな。二、はあ、なだおうん、どうだろうか。 どうだろうか悪ないんやけど僕、これで、無突よ。いい武将なのは知ってる。っていうか、初めて聞いたからね。シーズン17で。 初めて来た。これもう、もうワンセット行こうか。とりあえず、ワンセットで共有と超音は出てるんよな。もう全然悪くないんやけど、もうこっちも気になるんは気になるんやけどね、後々のことを考えたら、絶対こちらの武将を突進めとく方が悪くないと思うんよ。もうここら辺、両毛とか、こ、この3人、この5三家ね。突進めとく方悪くないと思うんやけども、終始成長とか来た時に、ね、諸葛亮とかが餌になる可能性もありますから、もうワンセットするわ。それで今日は終わり。さあ行きましょう。 早めに来てほしいな。ほ、はい。んいいやんなにこれこれサジ貫突したんちゃうか僕良すぎる。どうしたんこれ普段の無料半額とやっぱり、禁酒ぶっこんでるガチャって違うんかな排出確率が。いや、おかしいおかしい。めっちゃええやん。2。7。10、あ、早い。うーん、まあ <laughs>、いらないな。貫突してる。1。6。10、あ、早い早いいらん。 まあ、インが2巻いてるなんていうことはないんやな、なかなかね。後輩数で。けど、早いインがいいな。禁止の節約になってるわ。11、16、21。ああ、まあ、ここら辺で天井か。おおいいやん 何これこれ、トータ卓も4凸ぐらいかないや、ちょっと面白そうな部署やから、使いたかったのよね。いや、こんなかったら無料半額も楽しいけど、無料半額になると、途端に貸すしか出ないっていうことはあれかな無料半額での確率ページと、禁止を使っての確率ページがあるんかなページっていうか、その、そういう、お、早、はい早い早、はいうーん。昔やったら嬉しかったけどな。 さあ、そしたらこっから、手配する向けてですけど、まあ、まあ、言うて、言うてここまで良すぎるから、あのー、言っとく。もう超比とかるって、超覚とか、あのー、肝突のやつが。くるくる、くいよ知っとる。もう知っとるから。五ー。はい隙巻きやがって超覚、超比って言ったら、違う隙巻きやがったわ。ああ いや、あの、貫突してる部署、三人しかおらんのよ、これ。なんでやねん。て、今環境だから、いやいや、貫突してたらいらんでしょ。はぁ、あ。何回そろつら見せるんや、もう気分悪いなぁ。終わりよければ全て悪いわ。あんな楽しくガチャ引けたのに。行けます。唐突なガチャ。早くて。これ、5じゃないよね。6かな、これで。 はい早いもう2枚目やん何回来よんねんけど早かったな。よう出るわ。餌、装飾。3。8。13! 一六。<laughs> 1。6。 え、11。はいはいおーし来たー <laughs> 終わり終わり。撤収撤収。まあ、同じ過去リスナーやったらそうそう来てほしかったけど。終わり終わり。追加で回してよかったー。 いやー、暇になってくれてよかった。いやー、ありがとうね、みんな。ガチャ回さないのって言ってくれて。いやー、ありがとう。ご視聴ありがとうございます。ランチャンネルは3つのアカウントを運営しており、各チャンネルで扱うテーマが違います。メインチャンネルではゲームの攻略情報やゲーム実況をメインに動画の投稿を行っております。 男性のノスタルジーチャンネルではあなたのノスタルジーを刺激する懐かしさを感じてもらえる動画を投稿していますまたメインチャンネルに問題が生じた時の避難所チャンネルの役割もあります男性のゲーム考察解説チャンネルではその名の通りゲームの考察やゲーム関連のコネタを動画にしていますすべてのチャンネルを登録していただけると大変助かりますチャンネルリンクは概要欄です何卒よろしくお願いします